全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤッキンです。今回もですね、ネイエクスプローさんの方から荷物が届きましたので、こちらをチェックします。今回もですね、期間限定のステッカーが付いております。このステッカーはですね、ネイエクスプローさんで何か商品を買うと付いてくるステッカーですね。今の時期はこのステッカーが付いています。もともとですね、発売されていたネイエクスプローさんのミヤビのブラック、それの色違いとして前回ご紹介させていただいたホワイトとFD カラーってのが後から出たんですけども、前回はこのホワイトの方を紹介させていただいたんですが、今回は FD カラー、こちらの方をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げてるので役に立つ方がきっとあります。まだチャンネル登録してない方、ぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあ、まずこちらですけども、ちょっと開けていきます。こんな感じの見た目をしています。まず初回の販売、このホワイトと FD カラー、これが8月1日に予約を開始しまして、500個ずつ出てすぐに完売しました。で、その前回の初回の時にはホワイトを買ったんですけども、今回時間が経ってまたちょっと販売しましたので、この FD カラーの方を買いました。もう比較的もう手に入りやすくなってきてますね。でもこの FD カラーに関しましては、もう初めからこの色出してほしかったっていうぐらい、この FD カラー前から欲しかったやつですね。 FD カラーっていうのはフラットダークアースの略 で、このフラットっていうのは光沢がない色っていう意味で、ダークは暗い色、アースは特定の地域を示してない色という意味なんですけども、いわゆるアースカラーと呼ばれる色ですね。キャンパーにも人気の色です。で、このホワイトの時にも少しお話したんですけども、そもそもミヤエクスプローさんの出す色のタンカラーとか、ちょっと茶色っぽい色の色が好きで、このミヤエクスプローさん好きなんですね。で、そもそも最初のミヤビが出た時に、これなんで黒なんだろうとちょっと思ってたんですよ。で、今回はこういうね、ちょっと茶色っぽい色、FD カラーっていうのが出たので買いました。やっぱり追加販売ありましたね。で、せっかくなんで3色ありますので比べてみたいと思います。で、ちょっと一つ目のブラックの方、こちらちょっとステッカーを、ドレスアップステッカー、これもミヤエクスプローさんから出てるものでこれをつけてるのと、あと上に D リングっていう吊り下げるようなリングをつけております。で、このマンゴー以外にもスイカとカーキっていう3種類ドレスアップステッカーが売ってますので、で、今回はですね、マンゴーの色が綺麗かったのでマンゴーにこれはしてあります。で、ホワイトはこの白を楽しみたいので何もステッカー貼ってない状態ですね。こんな感じです。でシンプルで何でも合うのがこのブラックだと思うんですけど、ホワイトの方はですね、なかなか合わせるのが難しい色ではあるんですけども、最近割とモノトーンでブラックやホワイトのカラーのギア揃える方も増えてきてますの で、なかなかこういうホワイトのミニ LED ランタンってなかなかないので、これも結構貴重なカラーですね。で、今回の FD カラーですね。で、 FD カラーに関しましてはキャンパーが好きな色で、こっちに関しては逆にホワイトと違って合わせやすいと思います。で、こっち側もね、こういうブラックのように、ちょっとステッカー、これも貼ろうかなと思ってます。一応前回紹介してありますけども、このミニ LED ランタン、ミヤビについてちょっと軽く紹介しておきます。ミヤビっていうのはこのミヤエクスプローさんが出してる大人気のミニ LED ランタンなんですけども、KT と書くと明かりと見えることから KT と書いて B と読みます。で、38でミヤと読むのでミヤビと読みます。まあ、その名の通りミヤビの明かりなんですね。で、他のゴールゼロをはじめとしたミニ LED ランタンと違うところはですね、優しい光を楽しむミニ LED ランタンなんですね。で、最大ルーメン自体は200ルーメン、ゴールゼロの150ルーメンよりも明るいんですけども、あえてこのホヤで光を抑えて優しい光にしています。光を切り替えるときに調光ができるんですよね。明るい光とか暗い光とか、ちょっと明るさ調節できるんですけど、通常は一つ目で一番明るい光で、二つ目で暗い光になるんですけど、小さい光になるんですけど、ミヤビの場合は一番初めが優しい光になってて、もう一回押すと強くなります。これなんでかっていうと、一番初めにこうつけた時に、うわ、眩しいってならないように、ちっちゃい光からつくようになってます。で、大きさは高さが 10.2 センチ、直径 4.2 センチ。重さはこの中にバッテリーが入ってるんですけど、バッテリー込みで 100g ですね。なんともみやびなミニ LED ランタンですね。皆さんも好きなカラーでキャンプを楽しんでみてはいかがでしょうか。では今回の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。